今日はですね、ちょっと一円の中で気になるものがちょっと今あるんで紹介したいと思います。この企画第1回目ということで、この一円の中を見ながら結構僕の気になっているものを簡単に紹介できたらなと思います。洋服とは違いますけど、このフランス軍の持ち運びのできるこのなんて言うんでしょうね、衣装ケース、これいいですよね。僕も家に欲しいです。でも全然見つからないです。もうちょっと季節外れかもしれないですけど、これ気になります。ミッドウェスタンっていう、もう今なくなっちゃったかな確か、ディアスキンの専門のメーカーのジャケットです。昔から結構ディアスキン、割とあの手ぶっグローブですね、グローブとか多いんですけど、結構このジャケットっていうのを探すと意外とディアスキンのはないんですよね。もうこの手触りの柔らかさ、ソフトさ、もうこれはもうディアスキンならではのものですね。でディアスキンって、まあ、特徴的にこう硬くならなくて、水に濡れてなんかすぐ硬化しちゃう、硬化しちゃうみたいなのあんまないので、あんまないともほとんどないですね。ですごく見た目の柔らかさ以上にこう結構耐久性も高いやつですね。まあ、もちろん馬革みたいにガチガチな硬いやつに比べたら擦れたりしますけれども、この柔らかさ、ディアスキンならではの良さですね。まあ、そしてこのツヤツヤのサテンの裏地がまたたまりません。で、このね、なかなかこういうタグのデザインもう最近少ないですね。もうアメリカの昔ならではのタグのデザインです。まあこういうのおじさん世代はたまらないんじゃないかなと思います。結構これね、サイズも大きいので、僕みたいなガタイのいい人でも着れるんじゃないかなと思います。もうかなり着心地ソフトです。で軽いですね。重量自体はあるんですけれども、あの柔らかいんですごく軽さを感じます。2人目サイズで、まあ、ニットも着れそうですね。あと音分かるかな、このなんかこのキュッ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 いうこの革の音もたまらないですね。まあ、どんどんねこういった味のあるものっていうのが世の中からどんどんなくなっていってますんで、まあ、今はねそんなにすごくそのヴィンテージとかとして価値があるものではないのかもしれないですけども、これが10年20年経っていった時にすごく手に入らないものになっていくんじゃないでしょうか。まあ価値が決まっているものを探すのもね楽しいしいいんですけれども、まだ価値が定まってないこういった感じのものを自分の直感信じて
あの探していくっていうのも古着の楽しみじゃないかなと思います、はい。まあ、皆さんも古着で、古着屋さん行った時に、他の人は気づいてないかもしれないけど自分だけには響くっていうものをピックアップしてみてください、はい。第1回目は、ミッドウェスタのディアスキンのことでした。